こんにちは、クーミと申します。今日も劇的采配プロ野球リバーサル噛んじゃったやっていきたいと思います。今日はですね、72時間の限定のガチャ、これを引くのと、あと選手パックですね、ちょっといくつか溜まったのでそれを開封するのと、まあ、あと、まあ、今2000ダイヤ以上溜まったので、まあ、今回ガチャ引くことができるんですけれども、どうやってダイヤを貯めたのかっていうお話をしていこうかなと思います。はい、引くガチャはこれですね。72時間限定の UR 確定ガチャ、特に自チームとかではないみたいなので、まあ普通にこのまま引こうかなっていう感じです。先に選手パック開封しちゃおうかな。ダイヤどうやって貯めるかって話は、多分その始めたばっかりの人向けというか、これから始める人向けみたいな感じですね。どういう風に進めていったらいいのか、最初のとっつきの話になるので、そういうんじゃなくてガチャだけ見たいよって人もいると思うので、まあ、最初にね、選手パックの開封とガチャを引くっていうのを先にやろうと思います。で、これですね、ラウンド1、溜まっているので、これをまず引いていこうと思います。これですね、シルバーパック、ゴールドパック、クリスタルパックと、これ多分まとめ全部引けるのかな、引いていっちゃいたいと思います。なんかね、これからステージからスターを集めてラウンドスター報酬を獲得しました。ラウンドスター報酬は初回達成時と2回目達成時以降の報酬内容が異なりますよ、だそうです。はいここで受け取りがあって、でまたプレゼントボックスから引くみたいな感じですかね。はい、報酬内容はここで見ることができますので、これについても後でサクッとは話そうかなと思います。でまずは今の受け取ったこれですね、パック、選手パック開封していこうと思います。期限がちゃんとありますね。じゃシルバーから受け取っていきます。これは何以上とかあるのかな、あまり分かってない。 R、 あ、スキップって、あ、演出スキップのボタンか。でもこれレアリティは多分決まってないですよね。お、ノーマルでしたR じゃないと思ったら N でした。 NR、SR、SSR、UR ですよね。そっかそっか、これは全然、あ、スキップしちゃってもいいかもしれないですね。はい、はい、こんな感じですね。まあまあまあ、 N で今入ってるところのポジションに R の選手入れていくって感じになるのかな。はい、これどう、あ、ここで見れました、すいません。ゴールドパックは R から SR のうちの1人を獲得できる、で3だから、3人ってことかな。 R か SR ですね。じゃあもうスキップしよう。 R、 あ、市川選手好き、ドン、ある、おー、石田選手来ましたね、ドン、あ、バティスタさん、 OK です。多分ちょっとは多分オーダー強化になるんじゃないかなと思いますあんまよく分かってなかった。これでこの長押しで見れます、このアイコンを。はい、SR から UR のうちの1枚を獲得できます。クリスタルパック結構豪華ですね。はい、まあ、SR 以上確定ということですね。これは演出見ます、一応。あんまり どの演出がどうかって、お、燃えてる、あ、 SR かな、 SR ですね。はい、友永選手と、まあまあこんなもんでしょうあ、これ後ででも良かったかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じでスターロードじゃない、スターチャレンジですね、これやると選手ももらえると、そういう仕組みになってるみたいです。じゃあやっていきましょう。いやー、ほんと手探りなんでね、まだまだわからないこといっぱいあるので、もしかしたら視聴者さんに教えていただくこともたくさんあるかなと思うんですけれども、やっていきたいと思います。じゃあガチャですね、お待たせしました。 UR 確定ガチャ、はい、1枚以上で、まあ、2.5% なんですよね、多分その10枚目確定以外は。なのでそこで、まあ、難しいですけども、それか UR で誰が来てほしいかっていうところですが、ベイスターズだったら梶谷選手は SSR で持ってるので、梶谷選筒香いい、うん、選手とか、いや欲しいですね、今 SSR 投手に今いるから、どっちかっていうと野手がいいかな。はい、じゃあやっていきましょう。10連ガチャいいんだよね、引いちゃいます。うわー、2000ダイヤ。でもなんか最初サービスみたいな、ボーナスみたいなんでたくさんもらえたから、これは SR？ これこのスカウトは SR 以上が出るのかな？そうかな？ SR だ。分かったらこうパッと押していこうでもね、ありがたいです、これ引いたらだいぶ選手入れ替わると思う。 SR っぽい、あ、 SR 砂田選手、
ただなんかベイスターズ多くないですか？サービスなのかな？ SR っぽい。田口選手。ただ SR だ。あー、川島選手。なんか、セリーグか元セリーグかみたいな選手が来てますね。何枚目か分かんなくなっちゃった。はい。はーい、の選手。え、あ、なんか違う。え、なんか違う。演出が違うぞ。え、これ何枚目？これ確定じゃないですよね。わー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 。なんだなんだ？え、これ確定以外で、あ、SSR か。おー、島内選手、嬉しい。これか、演出覚えなきゃいけないですか。今何？シャキーンってやつ。これは？一緒だ、SR。あ、これ SR なのかな、このピシッとなるやつ。SR っぽいですね。S、お、で、これが、え、10枚目かな数えてなかったんですけど、これ多分10枚目かな。あれ？でもさっきの、あ、言う、あー。歌った方がいいのかなめっちゃ今、喉元まで出てきましたけど、ちょっとやめときます。歌いそうになりました。はい。和樹選手ですね、田中和樹選手。はい、川君こと。ということで確定の UR と SSR が1枚引けたみたいな感じですね。とりあえずオーダー組んでみますか。さっと組んでさっとお見せします。はい、ということでとりあえずレアリティが高い選手を入れたっていう感じで組んでみました。なので細かい、なんだろう、なんとかスキル、全然オーダースキルか気にしてないです。はい、なんですけど一応 TP 重視で組んだ、組むとこんな感じです。投手、はい、まあ抑えとあとショートですかね、のノーマルを変えたいなと思います。はい、うん、変えられたらいいかなと思います。だいぶ上がりましたね。やっぱガチャ引くと多分すごい上がるんだろうな最初は。うん、はい。で、まあ今答えはこんなになっちゃいましたけど、最初本当に何をどうすればいいか分からなくて、私がどうダイヤ2000まで貯めたか、72時間以内なんでそんなに時間がないからやろうか悩んでる人もいると思うんですけど、どう貯めたかっていうと、一番はこれですね、スターチャレンジで今これ5個勝ってるんですけど、1試合ごとに、星が最大3つもらえるんですけど、これを3つ全部回収していくっていう作業ですね。1つか2つしかも星もらえてないけど、それでも勝ったよって場合でも次の試合いけるんですけど、一応これを全部星3つずつ全部1ステージで15個か獲得すると報酬でダイヤ200個もらえるんです。なのでこれが結構大きいのでこれをやりました、3つ分。うん、あとはまあそれ3つやると今のさっき開封したパック、これももらえるので、これでステージ報酬がでダイヤがもらえて、ラウンド報酬でこのパックももらえるので、すごく強化とダイヤ集めにいいんじゃないかなと思います。あともこれですかね、累計ミッション。うん、これすごい美味しい。ツイッター連携とかすごい美味しかったと思います。このゲームモードでもいろいろありましたけど、レベルアップでももらえるし、うん、そうそう、結構美味しいのが、なんかやっぱり初め今ねリリースしたばっかりなので、ダイヤたくさんいろんな場面でもらえるので、意外と2000ってあっという間だと思います。うん、この2つで十分だと思います。このミッションとあとこれですね、スターチャレンジ、これで集まったのがプレゼントボックスに来るので、これを受け取るっていう感じです。これで伝わるかな、これからやる人向けの説明ですね。できてるかわかんないですけど、ちょっともっとわかりやすい説明あったらぜひお願いします。またね、激プロ動画も上げられたらいいなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録していっていただけたら嬉しいです。はい、あんちゃんの声はもうちょっと頑張りますあんちゃんを演じるというか、あんちゃんとして喋るだけって思って喋ればもっと入っていけるんですけど、こう実況しながらあんちゃんが急に出てくるとちょっとなかなか難しいですね。ちょっとそこは修行不足なのでもうちょっと頑張ります。はい、あ、可愛いですね。やっぱ笑顔がすごくいいんで、もっといろんなあんちゃん見たいなと思ってます。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。お疲れ様。